韓国から指名手配されてます日本国民党代表葛飾区議会議員の鈴木伸之です。表現の不自由展東京展がね、延期ということですね。昨日衆議院第一記念会館議員会館で、実行委員側がね、展示会の実行委員側が記者会見して、発表をしました。まあ本当政治的ですよね。議員会館を使うなんていうのは議員の後押しがなければあそこは借りることできませんね、入ることもできない、非常に政治的な集会じゃない展示会かということがね、これでもよくわかりました。まあ名古屋でねやった時も大村知事がまあ10億円を超えるね、公金を使ってね、とんでもない慰安婦像をあそこへ設置するとか、また特攻隊をね、侮辱するとかね、まあ、これも許せないけれども、一番許せないのは何といってもね、天皇陛下、昭和天皇陛下の、お写真をね燃やしたり踏んづけたりで、そういう映像を、展示物、芸術じゃないよねそんなのね、展示物として展示したことです。まあ、こういうねこういう写真、これ僕のブログだけれどもありますよね、この写真ね、ちょっとライト映っちゃうかな、ね、慰安婦像、まあこんなのは、はっきり言ってどうでもよくなってくるね。もちろん特攻隊をね侮辱する、これも許せない、だけれどもね、やっぱり天皇陛下とか皇室はね反論できないですよ。反論できない人をね、もししかも亡くなってるね、方をですよ、芸術と称してね、燃やす、写真を燃やすとかね、まあ全く芸術に値しないで、これね、まあ今回はね、公金が入ってるわけじゃないで、愛知の場合は、まあ、愛知文化会館というね、パブリックスペースを使っての展示、しかも巨額な補助金を使っての展示でした。今回は、まあ、そういう意味では私的な展示 ですよね。でこの展示の話が出てから、鈴木伸之もね、ブログでお知らせしました。で、その後うちの日本国民党のね局長が現地視察しましたよ。で、外線車入れるか、うちマイクロバスですから、まあ、入ったら苦しいんじゃないかと、まあこれはハンドマイクで行くしかないんじゃないかと。ただね、今月25日から7月4日というのは東京都議会選挙で、外線車使えないと。まあ、外線車の道路使用取れんですけどね、政治的な政治団体は動けないっていうことですから、それ以外のものは動いてますからね。まあでも狭くて入れない、まあ、事前活動での外線車使用はできるだろうと、まあそういうところまでは調べました。まああとは、とにかく抗議活動してね、こういうおかしな皇室を侮辱するようなものは、芸術に値しないんじゃないかと、まあ、私的にねそれでもやりたいと、反皇室やりたいということであればね、それ以上どうしようもないですけれどもね、まあしかしそういう声が多くあったおかげで、まあ、会場側がね、貸せないということになったようですね。ですから、中止じゃなくて延期と、まあ、これをなんとかあと2週間あるんで場所を変えて、やりたいというね、ことらしいです。ですけれどもね、何が悪いかって言ったらマスコミが悪いですよ。マスコミがこれ愛知の時もそうなんですけど、慰安婦像ばかりをね強調して、特攻隊をね侮辱しているような、映像報道をね一切しないで、昭和天皇の写真を燃やす映像をね、芸術として、
放映してるわけですね、映像を見せてる。でこういうことも一切ですよ、一切。あ、まあそれを批判するプラカードさえ一切、テレビも新聞も報道しない。で何に怒ってるかっつったらそっちに怒ってんだ。慰安婦もね、それは我慢ならないけれども、比べたら皇室に対する不敬侮辱に比べたらね、まあそんなもんね、何でもない。二の次、三の次、四の次、五の次でね、それをちゃんと国民にメディアは知らせるべきですよ。昭和天皇をこういうふうにして侮辱してますよと、お写真燃やしてますよと、それに対して、ね、右派系市民団体も怒ってる、右翼も怒ってるよと、国民の皆さんどういうふうに考えますかってやるメディアが一個くらいあってもいいけど、一切無視だよね。口はチャック、目は閉じるね。これはメディアの報道機関としての使命を果たしてないし、ね、こんなものは本当公のね、メディア報道機関とは言えない、全くもってね、報道する自由、ふざけんなっつうの、こんなもんね、自由も何もないよ、報道してない、事実を伝えない、都合のいいことだけね、自分たちの支持する方向に世論を誘導、逆に行くと思ったらそれを知らせない。まあはっきり言ってね、慰安婦像の、慰安婦像って言ったって、悪いけど、あんなもんがさ、日本中に建てられても困るけれども、まあ皇室問題とは一緒に語れるレベルのものじゃない、ね、ですからしっかりとね、だったら、愛知トリエンナーレに、国民が何に反発したのかというのをメディアは伝えるべきだし、で、今度東京展が、始まる、じゃあ何にね、みんな反応してね、支持不支持をやっているのか、支持しているのは韓国が好きだとかね、慰安婦大好きだとかね、応援したいとかね、そういう人たちでしょ。で、これに反対してるのは鈴木伸之はじめ皇室を守りたいね、特攻隊を侮辱させたの許せない、慰安婦の強制連行なんかあるわけねえだろうとね、そういうことをしっかり、両論併記してね、お知らせするならわかるんですよ。でそれで、じゃあ、鈴木伸之はね、右派や右翼が言ってることが正しいのか、それともだ、あの言論の不自由点がね、やってることが正しいのか、ね、国民が不快となるようなことだよ、展示したりなんだりすれば批判が出るでしょう。でその批判もしっかり受け止めて、受け止めて俺たちはやるんだっていうことであればね、会場側とちゃんとしっかり事前に、こんなになるの当たり前じゃねえ、ね、批判をしっかりと受け止めてやるぞと、反天皇だと、反皇室だと、やればいいじゃん、ね、そんな覚悟もなくだよ、会場側もね、貸したっていうんじゃあまりにもお粗末だ。まあそういうことをね、何に言いたいかというと、一番言いたいのはマスメディアね、しっかり、メディア報道しろと、ただなんか右翼やね、右派系が、会場に圧力をかけたり、騒いだりして会場が嫌になっちゃったと、そんな報道してんじゃねっつうの、違うだろ、原因は何だと、昭和天皇の写真を燃やすの芸術だと言ってることで、こんなのは一昨年の愛知からずっと原因はそこなんだから、それをしっかり報道しなさい。